犬が飼い主を待っている時のシーンに、留守番中の気持ちに胸が熱くなる。いないと寂しい。何してるの？群れで生活するのが当たり前の犬にとって、あなたは自分の家族やねん。だから一人で留守番をしてる時には、ご主人がいなくて寂しいとか、一体どこで何をしてるんかなっていう心理状態やねん。トイレや浴室のドアの前に座って出待ちしてる犬の場合は、そこで何をしてるんって思ってるし、普段トイレや浴室に入れてもらえない犬なら、この向こうはどんなところなんかなって興味津々なんかもしれへんで。もうすぐ帰ってくるから嬉しい。あなたの帰宅時間がいつも同じ場合は、帰宅時間になると玄関やリビングの扉の前でお出迎えのスタンバイをする子が多いね。また時間が不規則な場合やと、門を開ける音や車のエンジン音、足音などあなたが発する音に反応して玄関に飛んでいく子が多いね。こんな場合は、もうすぐ帰ってくる、嬉しいっていう心理状態なんやで。待っていたから褒めてもらえるはず。留守番中の犬は寂しいって感じながら帰りを待ってるから、良い子で待ってたんやから褒められるはずって期待してることもあるねん。一刻も早くあなたから褒めてもらいたくて、玄関で待ち構えてるんやで。一緒に遊びたい。犬はあなたが帰宅すると良いことが起こることを知ってるねん。あなたの生活スタイルにもよるけど、ご飯をもらえたり、お散歩に行ったり、一緒に楽しく遊んだりできることを心待ちにしてるんやで。このままずっと帰ってこないかも。紹介してきたのは、あなたが必ず帰ってくることを信じてる、あなたとの信頼関係が構築されてる犬の心理やねん。でも、まだお家に迎え入れられたばっかりの犬や、逆にあなたを頼りすぎてしまってる犬の場合は、ちょっと違うねん。それは、もしかしたらご主人はもう帰ってこないかもしれないっていう大きな不安やで、マイナスの心理状態は、時間の経過とともに大きく膨らんでいくもんやねん。帰宅したら家の中が愛犬の粗相やいたずらで大変なことになってた場合は、愛犬が不安に耐えられなくなってしまって出てきた問題行動なんやで。こんな症状を出す犬の精神的な病気として、分離不安症があるねん。もし思い当たる節がある場合は、一度かかりつけの動物病院に相談してみるのが良いんやで。まとめ。いないと寂しい。何してるの？もうすぐ帰ってくるから嬉しい。待っていたから褒めてもらえるはず。一緒に遊びたい。このままずっと帰ってこないかも。ご主人が家を置いたままいなくなってしまうことなんてないって信頼されるように接することを心がけてな。